どうもこんにちは、ファミコミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。今日はマッパーゼロの実装をしていこうと思っていたんですが、前回ですねノイズの音が出ないという大問題が発生しまして、でちょっと調べたらすぐ分かったので、まずはその対応をしていこうと思います。大したことはないバグというか間違いでした。はい、ということでやっていきます。その前にですね、前回のコミットでここ H がなんか知らんの間に入っちゃってコンパイラー出ちゃってたんで、ここ直しておきます。はい、でノイズが出ない原因はですね、ここ4チャンネルに書き込んだ後の処理で、ノートとレングスカウンターを送ってるんですけど、エンベロープを送るの忘れてたんで、まあそのせいでした。大したことなかった。なので、エンベロープを送ってあげます。エンベロープは、まあ2チャンネルあたりから持ってきて、ちょっと直せばいけるんで、ここでエンベロープも送るようにしますと。よいしょ。で、4チャンのセンダーに、ノイズイベントのエンベロープを送って、4チャンのレジスターの中身を送ってあげればいいという感じですね。はい。あ、で、ちょっと音がね、若干でかい気がするんで、0.4 とかにちょっと直しておこうと思います。マスターボリューム。これは収録上の関係です。はい。ということで、まあ、これがなかったんで、そもそもボリュームもいかないから、意味がなかったという感じですね。あとは、ちょっとやりたいことっていうか、あるんですけど、この辺のね、この辺の計算を全部このノートとかエンベロープの中に持っていきたいっていうのが1個あり、あと2チャンネルとかもここですね、レングスカウンターのテーブルを見てるのも、レングスカウンターのこのクラスの中でやった方が良さそうなんで、そういう直しをしていきたいんですが、それをちょっと後に回しておこうと思います。とりあえずノイズが出てるはずなので、これで、確認してみたいと思います。はい、メッセージスピード上げようか。はい、急いで。やっぱここの壁の音は出ないんだろう。ああ、今出ましたね。階段の音ね。はい。はい。一応戻ってこう。これ、なんかむちゃくちゃ勇者弱えなと思ったんですけど、装備するの忘れてたんで、ちょっと銅の剣を装備して、レッツゴーと。これ出るときにまた音が出ます。出たね。なんかノイズの音すげえちっちゃい気がするな。あと戦いの時の切る音とかね、攻撃の音とかが出る。敵が出ない。いや、ちょっと、あ、出ましたね。うん、OK。音としてはバッチリ、それっぽい音が出てるので、大丈夫だと思う。これ、近くに街あったっけ？まあいいや、行くだけ行ってみよう。街の音が聞きたいんだけど、死んじゃうかな、これ。あ、逃げるかかった。逃げるかかった。やばい。強いこいつ。あ、弱かった。ちょっと、もうちょっと下行って、何もなかったら、もうやめよう。あ、なんもねえか、これ。あ、ほこらだ。強い。逃げらん、あ、大丈夫だ。祠に行きたいぞ。やった。レベル1で来れるものなのこれ。あ、誰もいないっつって。大丈夫そうですね、音も。これは開かないもんね。はい、はい、ということで、音が出るようになりましたね。ノイズの音が出るようになったんで、これでまあ一件落着ということで、3チャンネルの音はね、最初のロトのテーマ、序曲でも聞けてるので、まあ多分大丈夫でしょうということで、APU の実装は一旦これで終わりにしたいと思います。はい。
そしてですね、マッパーのゼロですねを作っていこうと思います。今日はちょっとマリオを動かすところまでなんとかやりたいなというところなんですけど、マッパーゼロですねの定義をちょっと書きますね。ストラクトでマッパーのゼロっていうのを作り、で特にその中身的に何があるかというと何もない、あのプログラムロムがあれば OK っていう感じなのでこれでいいですね。でインプルで、マッパーゼロをインプルします。でパブニューで、こんな感じか、同じようなことをしてマッパーゼロを返す。でまあ、これでいいのか、はい。で書き込まれた時の処理とかは全部ないと、ああそっか、全部ないとあのコメントアウトしたりするのはめんどくさいんで、この辺の処理は作っておいて、リードプログラムだけちょっと書かなきゃいけないですね。書き込まれてもマッパーゼロは何もしなくていいので、何もしません。はい。で、リードプログラムはどっかにあのコメントアウトした定義があったはずなんで、そいつをもらってきます。バスだったかな。バスかどっかにリードプログラムのマッパーゼロ版があったはずなんですが、ああこれだ、はい、これがマッパーゼロの、リードプログラムの内容ですね。なのでこいつをここにコピーして、はいと、はい、これがやるべきことですよということで、はい。でアドレスは引くイコールイミュータブルだからレッドでミラーアドレスということにして、アドレスから800を引いて、そんなことしなきゃいけないか。でプログラムを返せばいいんだよね。リードプログラムでプログラムの中身を返せばいいから、これでいいんだ。これで引いて、でプログラムのレングスが4000だったら、16キロ、32キロなんですね。あのマッパーゼロはマックスが32キロバイトのロムがあって、でもその中にも16キロバイトのロムっていうのがあるんで、これ16キロバイトだったら、16キロバイト、16キロバイトって2つの、まあ、バンクみたいな分けをして、どっちにも同じデータを入れますよってことをここでやってますね。はい。でこの時はミラーしなきゃいけないんで、レッドミュットのミラーアドレスを作りますということで、これでミラーアドレスをそのままユーサイズとして返してあげればいいかなというところですかね。はい。多分大丈夫。これがマッパーゼロの実装です。マッパーゼロめちゃくちゃ簡単なんで、はい。でマッパーゼロができたので、メインの方でこれをなんとかしなきゃいけないんだけど、マッパーゼロを作りますよということに しますが、なんで怒られたかというと、マッパーゼロがインポートされてないからですね、これね。マッパーゼロをインポートして、マッパーゼロを作る。で、そうすると、当然のごとくドラクエ3は、2は動かなくなるんで、はい、マリオロムに差し替えるということをすると、マリオのロムに差し替わったはずですね。で、マッパーゼロを使うんで、動いてくれるはずです。あ、ちょっと待って、これ APILQ ちょっと消すわ。この、これ邪魔なだけなんで、もう APILQ はもうできてるんで、よいしょ、これも消しちゃいます。はい、OK。はい、ということで、これでマリオが動いてくれるんじゃないかな。あ、動いた、動いた。はい。で、マリオは始めないと音が出ないんで、スタートと。で、ジャンプの音が、いい感じに、あ、なったなった、はい、これがスイープが効いたマリオのジャンプ音ですね。うんうん、はい。この上のスコアがね、流れていくのはちょっとなんでか分かんないんですけど、なんか実装が間違えてるんだと思う。なんだろうね、あのその木
金貨の下側のやつだけ一緒に動いてるんですけどね、これね、これこれが確か、スプライト0なんで、スプライト0ヒットが、ちゃんと実装されてないのか、なんか別の実装がいいのかだと思うんですけど、あぶねー、なんかコインの音が若干変だな。あ、だ、落ちた落ちた、コインの音が変だな。やべやべ、あ、そうか、 B ボタン押してないか。あ、だ、怖い。はい、ということで、なんとか、ああ、うん、若干変な音がするけど、とりあえずこんな感じか。ちょっと地下の音も、なんか変だな。なんか変な感じがするけど、まあとりあえずこんな感じです。はい、ちゅうことで、なんとかね、マリオのジャンプ音、あのスイープは結構ちゃんとできてるっぽいので、まあいいんじゃないかなという感じですかね。はい、ちゅうことで、とりあえず音が変なのはちょっと置いておくとして、次回から本格的にやろうと思いますけど、でも結構時間あるな。この後ですね、マリオじゃなくて、ドラゴンクエスト、3と4をね、動かすというのをやっていきたいというところですね。3と4のロムはですね、ここにあるので、ちょっと一旦これは持っていくだけ持っていこうか。はい、ドラゴンクエスト3のロム と、4のロムですね。よいしょ。はい、4のロムがあって、どちらもマッパー1を作らないといけないので、マッパー1の実装をして、まあとりあえず動かしてみるというような形でやっていこうかなと思います。はい、で、マッパー1の実装をちょっとチラ見するか。チラ見しましょうね。はい、マッパー1の実装を見ていこうと思います。はい、よいしょと、こいしょと、はい、ネスデブウィキのマッパー1、はい、マッパー1の実装が MMC1 ですね。はい、 MMC1 がマッパー1の実装になります。はい、もちろんのこと日本語に変えますと。はい、でマッパー1はですね、インターフェースが結構特殊で、今までのマッパー2って結構素直なやつで、このバンクセレクトに何番っていうバンクの番号を書き込めばそのバンクに切り替わるっていうね、ただすごい単純なものだったんですけど、バンクを切り替えるそのバンクセレクトにデータを突っ込む処理っていうのはかなり特殊になっていて、そこの話がここに書いてあります。ざっくり言うと、なんか直接その番号を書き込めるんじゃなくて、間にそのシフトレジスタっていうのが挟まってて、そこに1ビットずつこう書き込んでて、5ビット書き込むとその書き込んだ内容がバンクセレクト、マッパー2のバンクセレクトにドカッと入るみたいなことになっていて、その話をここで書いてありますね。はい、でこれはね、英語の方が分かりやすいんですけど、はい、と英語の方が分かりやすいけど、これなんかずれてんな、むっちゃ。はい、なのでこんな形になっていて、これはちょっと待って、これは分かりにくいぞ。表示の折り返しをちょっとやめて。はい、と、こんな感じですね。これレジスタ A ですと。で、この MMC1SR っていうのがシフトレジスタってやつで、まあなんか中間的なやつで、あんまり気にしなきゃいけないんだけど、そんなに気にしなくていいやつです。で、これが MMC1 の PB ってなんだ？ PB は、プー、P
PB はね、プログラムのバンクかな、プログラムラムバンク、ラムバンクか、バンクのやつです。はい、だから直接マッパーにはここにあの番号をねドカッと書き込めてたんですけど、まあ、こいつを返さないとマッパー0、あ、マッパー1の時は書き込めないっていうふうになってるんで、ここを返して書き込む形になります。で、まあ、書き込むって言っても書き込み方は一緒で、特定のアドレスに、データを書き込むってことをする、書き込むっていうかね、データを入れるってことをするだけなんで、まあ、こんな形でストア A で A の値を8765に入れて FASCE に入れてみたいなことを やるんですけど、これちょっと分かりにくいな、あのまあまあいいや、あのそうすると1桁ずつ1ビットずつ書き込まれるんで、5回書き込まないと意味がないっていうねことになってます。でそれを説明したのはこれで、まあ、A レジスターの中身が EDCBA ってありますけど、これ1ビットずつなんで00011とかね、そうすると3だけど3を書き込もうとしてますみたいな形です。これ EDCBA って書いてあると、あの16進数に見えるんですけど、これ2進数で書いてあるんで気をつけなきゃいけない。はい、でストア A で E000 に書き込みますよっていうことをやると A レジスターはね、そうするとこの一番 下のビットだけここに入るんですよ。でこれ初期値ね、あの5ビットしかないんで1000っていうのは初期値なんで、初期値が1個ずれてあの AA っていうか、まあ1か0が入ると。で LSR で、A レジスターの中身を1個ずらしますと、これね、そうすると B が一番下のビットにこう来るんで、こいつをストア A で同じところに書き込むと B がこっちに転送されると。でまた1個ずれるんで BA ってね、まあ、11と入ると。でそれを繰り返すと、でそうするとまた LSR で1個ずれて C が一番下に来ますと。でストア A でまた同じところに書き込むと C が、また上位ビットに入って1個ずれると。でそうすると110って入ってる状態ですね。このあの00011っていうのを今書き込もうとしてるという前提ですけど、でまたストア、あ、 LSR してあの D を一番下に持ってきて、でストア A でまた書き込むとこの D がここに書き込まれて、ABCD ってね、あの元々のあったものがそのままどんどこ入っていくっていうような形で、ストア A と LSR を繰り返すってことをすると、まあ、ここにある値がここに最終的には入るという形で、1個書き込むのに 1,2,3,4,5,6,7,8,9 回、9回の、あのオペレーションを挟まないといけないっていうね、あのめちゃくちゃ小難しいことになっています。なので、まあ、こんな形の実装をしなきゃいけないということですね。はい、なので書き込まれたらデータをそのままバンクセレクトに入れるんじゃなくて、一時的な変数に入れてって5回書き込まれたらこの、まあ、バンクセレクトに当たるものにあの書き込まれたデータを取っておいて、そいつを入れるみたいなことをする必要があるということです。はい、でここまで説明ができればもうちょっとなのでやっちゃいましょう。で、バンクがいっぱいあります。はい、で600から7FF の間に書き込むっていうことをすると、8キロのプログラムバンクを書き換える、あの置き換えるっていうことができます。これプログラムのラムなんでね、気をつけなきゃいけない。で800から BFF の間だったら16キロバイトのプログラムロムバンクを切り替えることができる。でこれは最初のバンクに固定されてたりするんで、その設定も別にあります。コントロールにあんのかな、確かね。はい、で、CFF から FFF に書き込むと、あ、最後のバンク、後ろのバンクですね、後ろのバンクの切り替えができるというような形になってたはずです。はい、なので、さっきのやつは EFF、 E000 に書き込んでたんで、まあ、ここの間ですね、ここの間に書き込んでたんで、16KB のプログラムバンクの2番目のやつを切り替えるっていうことをやろうとしてたコードになりますね。で、
プログラムの、あ、違う違う、マッパー1はプログラムロムを書き換えるだけじゃなくて PPU の、キャラバンクも書き換えることが、置き換えることができるんで、それが PPU の方にも同じような形で000から PPU はね 1FFF までしかないんで、半分に切って下の方と上の方に書き込むことでそれぞれ切り替えができるということになっています。はい、重要な形ですね。でロードレジスターは、まあこの辺はここから下はね次回話をしていこうと思いますけど、まあ次回からねマッパー1の実装をして、ドラゴンクエスト3とドラゴンクエスト4を動かすというところをやっていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録高評価お願いします。では。